生ごみ分別収集についてご説明いたします。今まで燃やせるごみとして出してきた生ごみを分別することで、最終的にガスと堆肥にリサイクルできます。それでは生ごみの分け方を見てみましょう。生ごみ分別収集で出せるものは、口に入れても平気なもの、食品ごみです。主に調理生ごみ、残飯、お茶やコーヒーの出し殻、小さな貝殻、卵の殻、エビやカニの殻です。家庭での分け方は、1、生ごみとその他のごみに分けます。2、水を切ります。3、専用袋に入れます。その際、水切りネットやビニール袋、水切り用の新聞紙ごと出すことができます。実際の分け方を動画で確認しましょう。水を絞って専用袋に入れます。生ごみは水切りネットや小袋に入れて捨てられます。袋の口はしっかり結んでください。次は生ごみで出せないものです。リサイクルの妨げになるものは出さないでください。1つ目、タバコや薬はメタン菌の作用を妨げたり、殺してしまうから出せません。2つ目、缶、瓶などの容器類は機械を壊してしまうから出せません。3つ目、水です。水は集積場を汚してしまうほか、リサイクル効率を下げる原因になります。次に出し方を見てみましょう。生ごみの収集日は週2回、燃やせるごみと同じ日です。収集は朝8時30分から始まります。燃やせるごみと収集時間が異なる場合がありますので、この収集時間は必ず守ってください。集積場は燃やせるごみと同じ集積場です。使う袋は生ごみ専用の黄色い袋です。実際の集積場の様子を動画で確認しましょう。黄色い袋に入れて集積場へ出します。燃やせるごみと時間、場所が同じなので、それぞれの袋で出す場所を分けておきます。生ごみの袋は1箇所にまとめておいてください。動物による被害を防ぐため、ネットやバケツなどを利用してもいいでしょう。こうして分別された生ごみを収集車が回収します。出し方の注意です。ゴミが散乱しないよう、口をしっかり結んで出してください。燃やせるごみと生ごみの袋が混在して置かれると、収集の際手間がかかり、また収集漏れの原因になりますので、それぞれの袋ごとにまとめておいてください。次に収集からリサイクルされるまでを見てみましょう。回収された生ごみは市北部にあるリサイクル工場に運ばれます。そこでメタン発酵処理により、メタンガスと堆肥に生まれ変わります。メタンガスは工場の燃料として、天然資源である重油の代替燃料として使用されます。生ごみ分別収集の説明を終わります。